皆さんこんにちは、ギブちゃんです。今回はですね、今更ながらですが、一番人気というか一番有名なターたきに行ってみたいと思います。いや、もうターたきの動画っていうのもいろんな方が上げてらっしゃるので、もう今更いいかなとは思ったんですが、まあせっかく夏の終わりなので、今年もですね、何回目ぶりかのターたきに行ってみたいと思います。で、今日は張り切りすぎて一番乗りで来てしまいました。駐車場には誰もいませんね。この辺の場所がですね、一番そのターたきの方に近い、プラスこのお手洗いとかもある場所になるのでおすすめです。一発車庫入れで決めました。で、出発される前にね、ここにお手洗いがありますので、お手洗い済ませていくといいかと思います。で、お手洗いの後ろから出て、この道を進んでいくとターたき入り口に出てきます。いや、朝の日差しが気持ちいいですね。この木陰から差す太陽光線がなんとも神々しくて、しかもこの空気ですよね。もう秋にはなってるので、湿った感じがやっぱり全然夏とは違いますよね。もうカラッとしてます。このカラッとした中、森の空気を吸いながら太陽光線を浴びると、いやー贅沢ですね。もう神々しくて神々しくて、立ち止まって拝んでみたくなります。で、この道をずっと進んでいくとターたきに出るんですが、その道の途中にですね、こういった白い、綺麗なお花があります。何ですかね、ウコンの葉っぱに似てるようでもありますし、見えてきました。だいたい5分ぐらいですね、歩くとターたきの入り口に出てきます。昔はここまで来て皆さん車を止めて行ってたんですが、人気になりすぎてこの辺がもう混雑してしまうもんですから、駐車場ができましたね。すごく便利になりました。もうここから先の景色はもうずっと昔から変わりませんね。いつもね、ここにこの白い鳥さんがいますが、今日もいました。で、結構ドローンの音うるさいと思うんですが、ギリギリまで根性を見せてくれますね。こういった形でちょっと堤防みたいになってですね、せき止められたところからスタートしていきます。座ってね、お弁当なんか食べても気持ちいいですね。この左手側が先ほどのターたきの入り口になります。看板とかが立てたところですね。いや、今日も水が穏やかで綺麗ですね。透き通っていて、スタート地点は水深も浅くてですね、陸地も多いので、歩きやすいです。で、徐々にハードになっていきます。この辺から原生林って感じがしますね。ヘゴの木もあって。では早速歩いていってみましょう。これは先ほどの堤防ですね。朝日が昇ってきました。いやー気持ちいいですね。冷たくて、このぐらいの朝さなんでまだ靴の中には水入ってきません。
ちょっと太陽の差し込んでいる川の中を見てみましょうか。こんな感じですね。上から見てるとすごい透明度高いんですが、中に入るとこの太陽が小さな浮遊物を照らして濁って見えるんですね。さて、先に行っています。もうこの辺は陸地なんでね、すごく歩きやすいです。赤い花がありますね。蝶々が蜜を吸っていますね。ちょっと様子を見てみましょう。あ、すごいね。めちゃめちゃくちばしが奥の方まで。ヘボの原生林です。なぜか笹もあります。この辺りから陸地がなくなってきますね。お、謎の別荘がありますね。水深がこのぐらいになってきてますので、靴の中に水が侵入し始めました。やっぱりこの季節になったらあれですね、虫もいませんね、ほとんど。もういつも虫除けスプレーを大量にかけていくんですが、今日は虫を見ることもないですね。いや、本当に最高の沢登り日和というか、やっぱこの季節が一番ですね。この辺りに来ると、足元の岩も大きくなってきて、なかなか歩きづらくなってくるんですが、これがまたトレッキングのいいところですね。ちょっと向こう岸に渡ってみましょう。この辺からルート選びをしないと行き止まりになっちゃいますね。この壁もすごいですね。なんか人工的みたいですね。これはぶら下がるやつですね。行ってみます。よいしょーってやるんですが、 GoPro の補正がすごすぎて全然動かない、動いているように見えない。結構1メートルぐらい揺れたんですが、なんかふわっふわっと動いた感じでしたね。ちょっと勉強になりました。こういうのを撮るときは補正機能を止めた方がいいかもしれないですね。この辺からまたさらに岩が大粒になってきましたね。
いやー、なんか本格的に沢登りって感じになってきてワクワクしますね。じゃんじゃん進んでいきます。もう今日はね、私が一番乗りらしいんで、存分に一番乗りの空気を楽しみたいと思います。おや、あれは何ですか。また増えてますね。2年ぐらい前まではツルツルだったんですが、ここ最近この石を積むのが流行っていて、なんかな感じになってますね。で、ここからが本番です。でこの対岸を行くか、この左側を行くかでまた迷うんですが、私はちょっと対岸の方から行ってみたいと思います。でここにロープが用意されてですね、これもちょっと新しくなっているので、また最近トレッキングの方か業者の方が設置してくれたんですかね。よいしょ。もうなんか道なき道って感じですね。ロープが新しくなってますね。本当に感謝ですね。よいしょ。よいしょ。まあちょっと峠を越えたって感じですね。この辺からは。左側にちょっとした滝つぼがあってですね、皆さんトレッキングの帰りにはこちらから飛び込んだりするんですが、しょうがないですね。じゃあ私も行ってみますか。ちょ、この辺から降りるんですけどね。では行きまーす。ここはですね、私身長175あるんですが、足つきません。もう少し進まないと底が出てこないですね。というわけで無駄に体力を使ったところで先に行きたいと思います。嘘です、これは先ほどの映像は以前に撮ったやつです。赤みがかった岩には注意してください。赤みがかった岩はですね、表面にすごい薄い、なんていうんですか、苔が入ってですね、めちゃくちゃ滑りますので、思わぬ怪我したり足を踏み外したりするので、赤い色の岩は要注意です。この辺も楽しいですね。一瞬一瞬で次の足をかけ星を探していくっていうのは頭の体操にもなりますし、なんですか、
体幹が鍛えられますよね。一番乗りだとクモの巣のヒットする率が高いですね。ああやれやれ。ああこれは今回は左から行きましょうかね。水の中通ると面白いんですが、お、また新しいロープがありますね。本当にありがたい限りです。もう何やら音が聞こえてきましたね。ここまでもうノンストップの撮影なんですが、まだ17分程度なので、17分歩けば出ました。これがター滝です。人のいないターたちって何年ぶりですね。この自然を感じたければ朝1で行くのをお勧めしますね。でもやっぱり平日がいいですね。じゃあちょっとドローンでターたちの上まで行ってみることにします。
これがいつものタワタキのエンドです。今日の冒険はこれまで。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。